じゃあよろしくお願いいたします。また息の観察から始めたいと思いますので、昇進探査なさってください。じゃあこの鐘の音を聞いて息の観察にお入りください。で、息の観察をしながらそのままお聞きください。で、前の時間にですね、腹式と腹胸式呼吸の説明いたしましたので、今度はアヌローマ・ビローマ・プラナーヤーマの説明をいたしますので、それを聞きながら、まだやったことのない方はよく覚えてくださって、それからもう十分やっておられる方は確認の意味で一応そのようにやってみてください。で、一旦両方の鼻から息を吐いていきますね。次、息を吸うときに左の鼻から余計息を吸ったと思って、それが眉間のところに達したと思ってください。で、眉間をもう一度意識して、右の鼻から息をたくさん出したと思って、そのように息を流してやります。右の鼻から余計息を吸ったと思って、意識を眉間に導いていき、眉間を意識し直してから左の鼻を通じて息をたくさん出してやったと思ってください。これで1ラウンドです。もう一回いきましょう。左からたくさん息を吸ったと思って、眉間を意識し、眉間から右の鼻を通じて息を流してやります。右の鼻から息を吸って、眉間のところに導いて行き、眉間から左の鼻を通じて息を流してやったと思ってください。そのように左から吸っては眉間へ、眉間をもう一度意識してから、そこから右の鼻へ息を流します。そして右から吸ったならば、眉間に導いていって、眉間をもう一度、きっちりと意識してから左の鼻を通じて息を流してやる。そのようにアヌローマ、一方から息を吸ってビローマ、他方へ息を流してやる。またアヌローマ、一方から息を吸ってビローマ、他方へ息を流してやる。このようなアヌローマ、ビローマ、プラナーヤーマを行いながら自分の息をじっと観察していく。そのようにしても立派な息の観察行ができるわけですね。アヌローマ、ビローマ、プラナーヤマということを覚えていってください。
で、アヌローマ・ディローマをヨーガ的にもうちょっとマントラ受賞を組み合わせてやりたいという方は、例えば息を吸うときにソーのマントラで眉間に意識を導いていき、眉間をもう一度意識してからハンのマントラで右の鼻を通じて息を吐いてやる。またソーで右の鼻から息を吸い入れたと思い、眉間を意識し直してからハンのマントラで左から息を流してやる。あるいはオームで吸ってオームで吐いてやる。またはオームのオーと唱えて眉間を捉え、そこからうーんのマントラとともに息を出してやる。そのようにマントラ受賞を兼ねてアヌローマ・ビローマ・プラナーヤーマを行うことも大変結構ですね。で、雨の音、風の音、そういうものは耳から入ってきても聞こえるに任せ、私は今アヌローマ・ビローマ・プラナーヤーマによる息の観察をやっている。そちらの方に一心集中していくわけで、もし外界の音じゃなく頭の中にあるこれの思いが出てきた時にも、私は今アヌローマ・ビローマ・プラナーヤーマによる息の観察をしている、いつでもそこに戻っていくならば、アヌローマ・ビローマ・プラナーヤーマというテクニックがいわば行念対象になるわけです。そこに一心集中していくわけです。そこからそれたならそこに戻るというふうにして、アヌローマ・ビローマ・プラナーヤーマにいつでも戻っていけば、アヌローマ・ビローマ・プラナーヤーマをやりながらの息の観察と行念、覚足、行が同時に成立するわけですね。では次、左の鼻から息を吐く段になった方は、アヌローマ・ビローマをここまでにしておいて、目をお開けです。で、テキストに入りますので、12時訪問のテキストをお出しください。今度は9ページのところです。で、また、この、だいだい色の図表ですね、目の前に置いておかれたら便利かと思いますね。この時間帯は9ページ、10ページ、11ページまで行きたいと思います。タツの時、タツの時というのは7時から9時、朝の7時から9時ですね。未だ世間も少し暗くは、うの時かと覚えるように御勤め候ですって書いてありますね。で、7時から9時で、朝7時ですね、まだ世間も少し暗くはって言っておられますから、これは冬にね、日の短い季節に書かれたものと思われますね。まあ、例えばもっと日が短くなっていきますと、朝7時でもまだちょっと暗いかなっていう時ありますね。そういうことを言ってるわけですね。で、訳の方をご覧ください。In the hour of the dragon、まあ、7時にですね。If it is still dark、 もしまだ暗いようならば、世間がっていうのは外がっていう意味ですよ。外が暗いようならばっていうね。Practice as if it were the hour of the rabbit。 まあ、あたかもですね、まだ rabbit、 これはうの時ですが、6時頃を言ってるわけですね。6時頃かと思って、そのようにね、まだ暗いから時刻が早いんだと思って、そのようにして修行しなさいって言ってるわけですね。ということは、その図表の方をご覧ください。それで、その6時、4時から6時まではまあ座禅してたわけなんですね。で、6時と7時の間に粥、朝食って書いてありますが、その食事、朝食は7時の初めの方なんですね。座禅した後、まあ、すぐ食事じゃなくて、6時からややしばらく、まあ、いわば空白の時間があるわけですね。で、その間、もし冬だったらまだ暗いわけですね。で、朝食した後ですね、7時から8時まで、不銀、
って書いてありますでしょ。封印、まあ封経って書いて封印ですね。お経を読むことね。で、例えば明るくなってたら明かりいらないですね、読むのにね、お経を読むのにね。で、もし暗かったとしたらですね、まあ昔のことですから、今みたいにこういう電気ないわけですから、明かりを灯さないといけないでしょ。で、明かり灯してまでですね、その布巾をやったらいいということじゃなく、まだ6時頃、つまり座禅しているようなつもりでね、そのまま御務め、あなたの務めをやったらいいっていうのは、もしかしたら、まあ、座禅そのままやっててもいいですよ。で、少し明るくなってきてからですね、布巾を始めてもいいですよっていうようなこととも解釈されますね。これは在家の人相手に言ってることですけれども、そこに住まっているですね、まあ、トロの前奏に対して言ってるわけじゃないんです。第一禅師がそこに滞在している、まあ、お客さん、いわば、まあ、座禅修行したいっていう人を相手にですね、あの一般の人にアドバイスしている、まあ、あの方もなわけですから。で、その続き読みますと、で、まあ、そのようにしていってですね、朝食して、まあ、7時過ぎれば冬でも、まあ、大体明るくなってきますね。その時に普通だったら7時からそのまま30分ぐらいですね、布巾をして、それからまた休みって書いてありますので、その8時から10時までの2時間の座禅の前にちょっとまた休みがあるわけなんですが、今度はそこの布巾って書いてある、それに関してのその方もですね、布巾の用心と申すは、座禅のことも粥のことも少しも御心にかけず、ただ手に経を持ち読みて他の用心さぶらわる。まあ粥の時には粥のことですね、ワンと箸を持ってただ食べるだけ。今度はお経を読むわけですから、手にですねお経を持ってただひたすらそれを読む。その間にそのおかゆ、今日のは美味しかったなとかまずかったなとかですねまあこれ終わったらまた座禅しなきゃないんだけども、その前に30分ぐらい休みやるから外散歩しようとか、あれこれ考えずにただ経を読むだけ、そういうことを言ってるわけですね。その英訳ですね。 The point of sutra chanting、 まあ今日はスートラですね。スートラっていうのはご承知のように、あの紐のことですね、縦の紐のことですね。で、昔は紐でですねお経を閉じてたもんですから、そのスートラ、まあヨーガスートラのスートラですね、お経、経典という意味にもなってるわけです。チャンティング、布巾ですから、これはまあ黙読じゃなく声を出して唱えるわけですね。で、チャンティング、チャントは歌うですが、あのお経を読むこともチャントと言います。例えば歌らしからの歌、グレゴリアンチャントってありますね、ああいうのもチャント。本来はグレゴリアンチャントっていうのもお経を唱えているようなものですね。それに節がついてですね、いわば歌みたいになったものですね。万葉集なんかでもそうでしょう、まあ、節がついて読まれていたわけですね。ですから本当に詩か歌だったわけですね。サンスクリットでもそうですよ、ヨーガスータラやバガバドギーターね、あのサッチダーナンダ先生読んでるのとか、ヴェンカテーシャーナンダ先生読んでるの聞いてみますと、まあこういう抑揚のついた歌ですね、いわばね、チャンティングですね。The point、 それでスートラチャンティング、布巾のポイント、これは要点っていう意味ですね。左では要人っていうのにあたりますね。 is just to hold the sutra book with both hands、 両手でスートラブックっていうのはお経ですね、経典をしっかりと保ち。まあ僕らでしたら聖典読中するとき、こう松崎さん持ってるね、あんなやつですね、こうやって、僕もあのようにやってます。で、手で持たないでですね、目の前でこうやっていつでも目閉じて瞑想に入れるような状態で聖典読中してますね。まあだいたい英語の本とかそういうのは僕は声出してあの読むようにして、まあ布巾のつもりで聖典読中してます。日本語のはあまり声出して読みません。で、そして手でしっかり持って、それから to chant wholeheartedly、 まあ全身全霊を打ち込んでっていうことですね。そのことにも一点集中、専心して専念してっていう意味ですね。 forgetting both the zen and the meal ですね、座禅のこともですね、それから the meal、 食事のことも忘れて、まあその他諸々の全てのことを忘れてっていうことですね。その後に do not pay attention to anything else、 ね、座禅とか食事とかそういうことだけじゃなく anything else、 その他一切のこと何にでも pay attention、 注意を払ってはいけません。ただお経を読むだけなのですっていうことですね。他の用心さぶらわずっていうところがそれにあたります。
これを不銀を悟り諦めると申すにて候。This is called realizing and clarifying the chanting of the sutras. で、このようにですね、他のことを一切考えずに、ただひたすら不銀する。それがっていうことですね。This っていうのはね、そういうことがっていうことですね。Chanting of the sutras。お経を、経典を読む、読受する、不銀を realizing、まあ、悟る。あるいは完全に実現するし、clarify っていうのは明らかにするっていう意味ですね。ですからそのスートラチャンティング、不銀を明らかにするっていうのは不銀を具現する、現状させるっていうのはね、現実に成就させる、そのようなことなのだっていうことですね。この時生じの業を尽きて、ですから第一禅師がこの時生じの業を尽きてって何遍も言ってるのは、そのこの時っていうのは何かって言ったら、その wholeheartedly、全身全霊をもって一時をしている時のことを言ってるわけです。ですから皆さんが一心集中して何かをやっている時に、その生じの業を超えていっている、あるいは果たしていっているっていうことですね。まあそうした時には、ヨーガの方ではその業が果てていくから、その分に関しては潜在印象、サムスカーラというものが残らないって言ってるわけですね。まあブッダの足音ですね、ブッダの歩みですね、歩っていった後、そこに業の跡がつかないってですね。僕らですと、私が歩きました、私が歩きましたってやって言ってるわけですね。私がこういう本作りました、私が書きましたってですね。まあ、それも本当はなるべく やめていったらいいんですよ。でこれもね、特に松柏奥村さんの役ですから、何もここに入れたり、国際ヨーガ禅ブレンドシップ発行とかですね、そういうのなるべく取っていったらいいんですね。まあ、これは僕の方で編調したので、編調って一応変えておきましたけれどもね、こういうのもいずれ取っていて、七種のごんべんが本当は一番よろしいんです。そうしていったら一番いい。だから取れるものはなるべくこういうの入れたりしないでですね、これは私のって自分のなんだけども入れておかないんですよ。なるべく取るように今してるんです。なるべく取っていったらいい。皆さんも日常生活においてなるべく取っていったらいいし、名刺とかもですね、なるべく使う、持ってても、会社の中で使わなきゃいけない人もいるでしょうが、なるべく出さなくても済んだら名刺も使わない。名刺で私はこういうものですって情けないですね。あんな紙切れ一枚で私ですほーなんて、課長とか部長とか、この前なんか和歌山テレビの方でなんか取材に来たとかうんぬんっていうので、農協の人とか家の光の教会の人、僕に名刺くれるけど僕名刺ないんですって言って、名刺見たらね、なんとか課長とかなんとかなんとかって書いてあるけれどもね、まあ実にくだらないことだと思うんですね。自分のこの着物は自分じゃない、この皮膚からは自分だと思ってもいいですが、それだって心から見たら外的な表現手段、心は内的な表現手段、あくまでも神話の道具ですんでね。道具のに着てる服着て歩ってる私がこういうもんですって、そういう、まあ、余計なものはなるべく取っていったらいいですね。まあ間違いとかそういうのやったら自分の責任ですけども、所在は自分にあるわけですけども、功績はですね、その他の人にやっておいた方がいいように思います。でそのこの時生じの業を尽きて仏祖の位に上る時節の、そこのところ At that very time the karma of life and death is exhausted and you will enter the rank of the Buddha patriarchs。 まあその時まさしくっていうことね、一心集中しているその時にまさしくっていうんです。 Life and death、 生じのカルマ、業は Exhausted、 これは尽きるっていうことですね。尽きるっていうのは果たすから尽きるわけです。皆さんも会社に行って、例えば8時から5時まで働かなきゃいけないっていう、まあ、決まりがあったとしますね。で8時から5時までやったなら Exhausted、 その日のカルマは Exhausted で尽きるわけですね。果たすから尽きるわけですね。何もしなければそりゃ尽きないんですね。借金になっちゃいますね。だから無執着と何もしないっていうのは全然別問題ですよ。エグゾースティブで、その業を果たす、尽きさせるためには無執着で全部やっていかないといけないですね。何でもかんでもやっていかないといけないですね。そうすれば You will enter the rank of the Buddha people。 あなたは仏祖の、ランクは位ですね、仏祖の位に上る時節なり。時節っていうのは一瞬一瞬の問題ですからね、季節とかそういう意味じゃないですよ。一瞬一瞬の問題ですね。御勤めの後少し休ませたまい候です。これがその不銀の後表でね、休みって僕書いておいたところですね。
まあ、1時間も読むわけじゃないわけです。まあ、僕らもし読みたかったらそこのとこですね、不義の代わりに7時から8時まで晴天読書でも構わないんですよ。あるいは30分晴天読書して、まあ、その後ね、まあ、瞑想やるとか、あるいはアーサナやるとか、まあ、何でもよろしいでしょうね。まあ、不義は毎日読むのも決まってるもんですから、皆さんも例えばインド人ならギーターね、不義するチャンティングするのと一緒でヨガスートラ読むとかね、あるいは天国教訓読むとかね、なんかあるいはその他に自分で読みたいラーマナ・マハリシさんの本とか何でもいいですが、同じのをね、毎日毎日読めるようにする本を選んでいったらいいですね。おそらく皆さん次から次と違う本読んでるんだと思うんですけどねこれだっていうのを一冊持たれて、ね、例えばクリスチャンがバイブル毎日毎日読むのと一緒です。まあヨガやってる人は普通はギーターかヨーガスータラか、あるいはもうちょっとギータもヨーガスータラにも通じてる人はヨーガバーシスタっていう本がありますね。あとまあ日本語で書かれたものでしたらば、その天道教訓なんか、あるいは消防現像随文記とか大変よろしいかと思いますけどね。まあまたその他の派の方はその他の経典読まれたらいいと思いますが、毎日とにかく同じことを読んで深めていくっていうことが大事ですね。アーサナだって毎日毎日パシシモッタナアーサナとかスリアナマスカラとかやるから深まるわけですよね。300種類ね、1日1種類ずつ1年かかって300種類やりましたって言ったっておそらく下手くそなアーサナしかできないでしょうね。上手になろうと思ったら繰り返すことですね。いや、で休む時の用心は世間のいたずらごとを思わず言わず候なり。まあ休み時間だからといってですね、そのお寺に厄介になっている在家修行者何人かでですね、まあコーヒー入れて食べたりって僕らやってますね僕らもちょっと反省しなきゃいけないですね。まあただコーヒー飲んでもいいんですよ。その世間のいたずらがあの人がねってそういうことしなければいいって、自分で喋ってることに気づいて人が話していることにも気づいてその執着しなければいいっていう、ね、When you rest でお休みになるときはってですね、 Be carefulそうならないように注意しなさい。Not to think or speak of meaningless worldly affairs. 意味のない worldly 世俗の affairs 事柄のことを思ったり話したりしないように気をつけなさいっていうことですね。まあゴシップはなるべく避けたらいいっていうことですね。10ページに行きましょう。辰の時の半ばより身の時の半ばまで。辰の時の半ばって言ったら8時になりますね。身の時の半ばって言ったらば10時になりますね。午前8時から10時まで。表を見たら座禅と書いてあります。丸4のところに座禅と書いてありますね。そこですね。ですから2度座るというね。1時は香を盛り、鐘を鳴らして座禅召さるべし。まあヨガやる人もやっぱりこう耐えたりしますね、インドのねまあそれしてもしなくてもよろしいです。鐘を鳴らしてって自分でやりたかったら鳴らしてあと1時間45分50分座ったらよろしいですね。あとまあ10分15分マハムドラとかジャムシールシャーサナとかやるんですね。そしたらまた座ったら自分で手元に置いててまた叩いてまた座ったらよろしいんです。自分で賄っていったらいいと思いますね。まあ2人でやるときには片方に役目をやってもらったらよろしいでしょう。で、from the middle of the hour of the dragon to the middle of the hour of the snake, 8 a.m. to 10 a.m. ね。午前8時から10時までの間はってことですね。burn incense, 香を焚きっていうことですね。incense, 線香を焚き。それから ring the bell, リンを鳴らし、and sit the zen.座禅しなさいっていうことですね。で次座禅の用心はって日本語のことですね。座禅の用心は仏相も世間の善悪をも投げ捨てて心に思うことなくなすことなきを座禅とは申し候なり。まあ座禅の最初の説明は手をもくみ足をもくみって体のことを言ってましたね。で今度はですねまた違うことを言って第一禅師ももうちょっと深めてるわけですね。
when doing zazen, zazen をするときはっていうことですね。cast off, cast off っていうのは放り投げるっていう意味ですね。thoughts of both the Buddha patriarchs and of good or bad in the secular world ですね。例えば、まあ、真面目な人なら、Buddha patriarchs、まあ、釈尊もこのように座っていたであろうとか、道元禅師もこのように座っておられたであろうとか、白隠禅師もこのように座っておられたであろうとか、考え事したら、それは座禅じゃないっていうですね。で、good or bad、善悪ですね。secular world、これは世俗ですね。セキュラーは世俗における善悪ですね。いいとか悪いとかですね。そういうようなことをにまつわる思い、あれこれの思いをカストオフ、捨てる、放り投げるっていうことですね。投げ捨てなさい。つまり思いは一切手放していかないといけないわけですね。まあ、公案を念呈するとか、それはダーラナーになりますので、考え事ではありません。ラージャヨガでいうダーラナーにあたりですね。その代わり、そこから外れたなら戻るっていう、格則やらないと、念頭にはならないわけですね。考え事にしか、へりくつにしかなりませんね。そこはカンナ禅もちょっと気をつけないといけないと思います。僧道禅の場合にはダーラナーがないので、まあ、内山老師の表面を借りればですね、骨組みと筋肉でがっちり座る、それがダーラナーみたいなものですから、その凝り固まらないという良さはあるかもしれないけども、いわばどこにもこう定まるところないもんですから、慣れない人は心があちこち遊んで思いの優秀でどうしようもないってなる場合もありますね。カンナ禅とかヨーガのダーラナの場合には一点集中すべき対象がありますので、そこから外れたなら戻るっていう格則をやればいいっていうようなことで、まあやりやすいかとは思いますね。まあそれもその人に合った方法でやったらいいわけでして、どちらがいいとか悪いとかそういう問題では全然ありません。またこれを三昧王三昧、あるいは三昧王三昧って最初から濁る発音もあります。三昧王三昧とも申し候。まあ字見たら分かりますように、三昧の中の三昧、例えばラージャヨガ、王のヨガってありますね。でラージャヨガの中のラージャは何かって言ったらアートマビチャラですんでね、私は誰かという思いがない世界に定まること、無双三昧、あるいは法運三昧とかあれこれ表現されてますが、それが三昧の中の三昧ですね。で、第一禅師の方の定義、まあこれは道元禅師に三昧を、三昧を三昧という一筆ありますけれども、こちらの定義は、その非思量ということですね。仏相も、そこから世間の善悪をも一切思わない、思量、思い計ることがない世界、非思量、それを三昧を三昧と言ってるんだということで、思いが病んだということですから、ヨガスートラで言っている一緒の二節のね、チッタブリッティニローダっていうのと一緒ですね。心の活動様態の停止イコール非思量、何をも思わないけれども意識だけが三千と輝いている、それを三昧を三昧と言うんだっていうこと、結局同じことを言っているんですね。 Being free from thought and activity is called Zazen. で、thoughtあれこれの思いとかアクティビティ、行動、活動、一切からですね、フリー、自由になった、その境地を座禅と呼ぶのである。This is also called 三昧王三昧、the king of samadhi。これはまた三昧王三昧、あるいは三昧王三昧とも呼ばれるところの、まあ三昧の中の三昧ですっていうことですね。わずかに座禅すれば、やがて仏の頂きをこゆる第一の行いなりって言うんですね。Sitting 座禅 for even a little while、まあ、even a little while、ほんのちょっとの間でも Sitting 座禅、座禅すればっていうんですね。それは primary、これは第一のっていうんですね、左のね、第一の。Practice which goes beyond the pinnacle of Buddhahood、Buddhahood ですね、Buddha は Buddha。まあ、目覚めた。フッドは状態のことを表すわけです。で、まあ、仏って訳してもいいんですが、ピナクルの方は頂上、頂っていうんですね。それで左の仏の頂っていうことになりますね。まあ、行き着くべきところっていうことですね。まあ、苦境っていうんですかね。ブッダフで仏の頂をビヨンド、超えた。それをも超えた。っていうことは、まあ、仏、頂に達したっていうんですね。ところの第一の行いである。つまり非思量こそが
まあ、ブッダ、フッドだっていうことですよ。言葉にとらわれてね、ブッダ、フッドを超えるんかなとか、そんなに思っちゃダメですよ。そのブッダ、仏るっていうのは、思思慮、思いと行為、一切から自由になった境地だっていうことですね。その次、生死の業を尽きて、仏祖の位に上る。The karma of life and death is exhausted. で、生死の業が尽きて、enabling entry into the rank of the Buddha patriarchs。仏祖の位に、entry っていうのは入ることですね。入場とかエントリー、入ることをイネーブリング、可能にしてくれるのだということで、ブッダフードを超えたって言っても、実際にはブッダペイトリアクス、仏祖になることだですから、その仏の頂を超える、それを超えていくんだということじゃなく、そこに達することなんだ、その頂そのものなんだ、だから三昧を三昧、三昧の中の三昧というんだっていうわけですね。で、11ページに6番の中が出てますね。で、6番はそのピナクルオブブッダフッドの後、10ページの本文の下から3行目のところに6番と出てて、その中ですね。これは奥村正博さんの中です。We shouldn't be caught up even by the idea of Buddha ですね。で、その今、ブッダフッドね、仏の位を超えるとか、仏祖になるとか、あれこれ、まあ、第一禅師がですね、言っておられるんですが、もちろん第一禅師も知っておられるんですけれども、その超えるとかですね、仏祖の位に上るなりっていう、そういう表現が出てくるので、その奥村正博さんがですね、ちょっと注意を喚起するために道元禅師のあの言葉をここで引用しているところですね。 We shouldn't be caught up even by the idea of Buddha。 で、私たちはブッダ、仏というアイデア、考えにすら囚われてはいけないのですっていうね。因現状公案、現状公案において道元禅師世、道元禅師は次のように言っておられます。で、次のように言っておられますの訳の方ですね。それはあの道元禅師の現状公案からそのまま僕が奥村正博さんの訳訳すんじゃなくね、そのまま載せておきました。あの、分かりやすくっていうことじゃなく、で、さっき道元禅師のそのオリジナルの文をご覧ください。諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと確知することを用いず、しかあれども小仏なり、仏を称し持てる。非常に格調の高い文ですね。現状公案はぜひお読みになられたらいいですし、まあ、まだ読んでない方は、とりあえずは内山老子のね、現状公案を味わう、消防現像現状公案を味わうという白寿者から出ている本をお読みになられたらいいと思います。その他にも何冊か読むべき本っていうのはありますが、もしまだな人はね、一冊だけでいいと思いますから、あの、内山老子の本読まれたらいいと思いますね。で、今引いたところ、諸仏のまさしく諸仏なるときあって分かりにくいでしょ。で、英語見てください。When Buddhas are truly Buddhas。 Buddha、まあ、仏、身も息も心もほどけてしまった人、そういう人が truly Buddhas。ブッダ、ほどけた状態にあるときはっていうことですね。They don't conceive of themselves as Buddhas。 そのような人たちは、仏というものは自分がですね、ブッダ、仏であるというふうには conceive of っていうのはと考えるっていうんですね。自分自身をブッダである、私はほどけたブッダであるとは考えないものだっていうことですね。本当にほどけてたらそういうふうに執着しないわけでしょ。皆さん普通呼吸とか、ほとんど考えずにただ息しても、心臓もね。で、心臓ドキドキしたら、あ、心臓はなんか、心臓に異変があったなとかね。呼吸苦しくなったら、なんとなく息が苦しくなったなとかね。痛い、痒いとか、何かあった時に初めて思うぐらいで普通忘れちゃってますでしょ。自分の内臓とか神経とかね。問題がない時には忘れてるわけなんですね、普通は、ね。問題があると、ね、初めて、例えば胃が、おかしいとかね、胃潰瘍とかね、十二指腸潰瘍とかで何かおかしいなって思うけども、普通は感謝することも忘れてすっかり忘れちゃってますね。で、それと似たようなところがあるわけですね。本当にほどけてる人はね、私はほどけてるんだ、ほどけてるんだって普通は思わないわけですね。で、ほどけてる人がね、私はほどけてるなって思うのは、目の前にストレスの塊がやってきた時なんですね。あ、こりゃ大変な人が来たなと思って、この前もその農協の人来た時、
これは大変な人が来たなと思って、ほどける話をしたんですね。ヨガって何ですかって聞くから、ヨガっていうのは体も息も心もほどけていくことですよなんて。その辺のお百姓さん見てごらんなさい。詳しかったりかますかってる人みんなほどけてるから、お宅みたいに農協の専務か課長か知らないけども立派な職に就いてるとストレスたまるでしょって言ったら、自分がいかにストレスたまってるか、お百姓さんの顔を思い浮かべて分かったみたいですね。で、自分がほどけてることをほどけてると思わないのがブッダで、自分がほどけてないストレスの塊であるっていうことに気がつかないのがボンプですね。 Yet they are enlightened Buddhas。 しかしその自覚は各地わざわざしないけれども、彼らは enlightened Buddhas。 enlightened っていうのは、まあ、光明を受けた、啓示を受けたっていうことですね。まあ、この場合には悟ったっていう意味ですね。で、そこのところは右のですね、勝仏なりですね。勝仏っていうのはその仏を称していくですから、仏として存在しているっていう意味ですね。仏であることを確知しているんじゃなく、仏そのものであることを称、証ししているっていうことね。文士主してですね、称、文士主称の称。素直に耳を開いて、心を開いて、聞いて、思いを深め、修行して仏けた、そのほどけた姿をそのまま実証している仏、勝仏なり、仏を称している人だっていうですね、そういう存在だ。They are continuously actualizing Buddha。 で、そのような人たちはっていうですね、continuously、絶えず、Buddha、ほどけた状態を actualize、現実のものにする。それが証もという。ですから、勝仏のところは enlighten、それから actualizing、2つ。言葉が使われてますね。ですから、その私はほどけてますよ、私は下脱してますよとか、私はグルですよなっていうのは聞き違いだと思います、ね、いますけどもね、私はシャクソンの生まれか、ゴータマブッドとか、ババージュの生まれ変わりだとかね、日本で下脱しているのは私だけですとかですね、まあ、わざわざ下脱してない のチャンピオンは私ですって言ってるんですね。だから自分では言わないっていう。ストレスに本当に凝り固まってる人ね、私ストレスの塊ですよって言うほどとできないほどにですね、辛い表情、厳しい表情してるのと全く一緒でね、自分がどういう状況にあるかわからないほど、しがらみの中で生きているのがゴンプですね。自分が安楽な境地にいるんだなと、それすら覚知せずにですね、安らかに生きているのがブッダっていうんですね。まあ今日のノルマのところはここまでです。で、表を見てもらったらですね、そのお会の後です、布巾のところからですね、座禅、7時から10時までのところ今やったわけですね。まあ皆さんも安息日の時にはそれぐらいは真似できるんじゃないかと、ね、7時から8時まで例えば、あるいは朝食早めにしたらもっと後からでもいいですが、その後すぐ座る、瞑想するっていうのはあれですから、僕も食事の後はなるべくすぐ瞑想しないで、晴天独自したりしてますね。声出して本読んでみたり、あるいは黙読したり、でややしばらくしてから瞑想するようにしてます。まあちょっとぐらい食事してすぐ瞑想しても僕はいい、調子悪くなるとかそんな体はしてないんです。いつでも入っちゃっても、あと勝手にこっちの方で消化吸収してくれるのでトラブルを起こしたことはないんですけども、それでも胃に物が詰まってる時にはですね、あんまりプラーナこっちにやってこっち空っぽにしちゃうと手間、時間はかかりますね、消化吸収にね。ですからしばらくは声出したり、肉体的な、あるいは目で覆うぐらいでね、頭にちょっとつかぐらいでこっちに血を回しておくって、それぐらいにしておいて、それから2時間なら2時間座ったらいいんじゃないかと思いますね。聞きの観察か、ダーラナ一点集中並びに覚足に入りください。
息の観察、ダーラナから外れたなら、必ず、今、過去か、今、未来か、あるいは今、他のことを考えているわけですから、今、ここ、自分の息か一点集中という行為に戻ると、厳しくそこに戻っていってください。今ここ自分、今ここ自分ってマントラみたいに唱えたらいいかもしれません。自分といっても何だ、人間という自分は何だとか、体、息、心なわけですか。体は昇進感だし、息は安らか、心、思いは手放し、それがほどけた状態ですね。ほどけた自分、今ここほどけた自分、つまり手放しできている自分。で、これからですね、アーナーパーナサティの一番大事なところに、入っていくわけです。手は次、息を吐く段になりましたならば、腰、背中、首、頭の力抜いて、ドランとリラックスして。じゃ足ほどきたい方は、足も一本ずつほどいていって、その前に、前かがみになったなら腰のあたり緩むと思いますから緩めて。じゃあこの時間はここまでですと思います。で10分休憩いたしますので。
12時本語の続きをいきますので、12ページをお開けください。座禅過ぎてその後にってありますね。それで先ほどまでやったのはですね、8時から10時までの、午前8時から10時までの座禅、丸4ですね。まあそこまで来たわけです。朝3時から始まって。その座禅が過ぎてその後にということです。御時の方主世させたまい候までは、休み時にて候なり。休み時みなき式の候ぞって書いてありますね。で、御時っていうのは我らの言う昼食ですので、それが11時のところに書いてあると思います。時、昼食って書いてありますね。まあ朝食がそうですね、7時近くですから、でそこから、まあ、不眠と、まあ、休み入れて、それから座禅やってですね、でその後すぐ食事ではこれ早すぎますね。で座禅2時間の後、休み時っていうのが1時間ほど、10時から11時のところに書いてありますね。でそれ終わった後、まあ昼食が来るわけですが、その前の1時間のその丸5の休み時、そのことについてですね、After Zazen, rest until lunch time. で、Zazen の後、lunch time. まあ、御時っていうのはね、格調が高いですが、英語にすると lunch time ですからね。それまで rest、まあ休みなさい。まあ意味はそういうことですね。There are rules for this time of rest. この休み時ですね。のためにも、rule、まあ儀式ですね。というものがあるのですよ。まあ、休みって言ったら食べたり、まあ、お茶飲んだりって、まあ、そういうことだけではないっていうことですね。 Respect as you respect the Buddha。 あ、これはその次の日本語の訳ですので、日本語先読まないといけないですね。休み時の用心は、年一つも我より勝りたる人には、仏にも劣らず敬うべし。で休み時っていうのは、その例えばそこのお寺さんにですね、まあ座禅の修行に来てるとか、あるいはまあその禅僧の方々とか、そこに出入りしている小僧さんとか、いろんな方々とか、あれこれもろもろの方との、まあお付き合いする可能性があるわけですね。あったら礼をするとか、あるいはお話しするとか、でその時の心がけのことを言って、年上の方と、それから病を得ている人とか、そういう人に対して接したならどうしたらいいかっていうことをですね、あの第一禅師がお教えになっているところなんですね。 Respect as you respect the Buddha those who are older than you, even if only by 1 year、ね、で一番最後からいきますと、 Even if only by 1 year、by one year っていうのは一つでもっていうことですね。たった一つ、年の違いです。たった一つであっても、the new、 あなたよりも older、 年上である those っていうのは人々ですね。those people、 人たちを、あなたがあたかも the Buddha、 ゴータマ・ブッダをですね、 respect、 尊敬するに対して敬意を払う、かのごとくに respect、 敬いなさいっていうことですね。あの修行の世界においては別です。一日でも早く到着した人の方が上なんですが、これは在家の人に対する注意ですのでね。で在家においてはその年上の人、それから病気を得ている人とか、そういう人に、まあ、敬意を表してですね、また大事にしてあげないといけないですよっていうような心がけのことを言っておられるわけですね。で洋画の世界ではですね、あの先輩後輩って早くやった方が先輩とか後輩とかありますが、禅の世界はもともとそれがはっきりしてますね。年とは関係ないですね。例えば17、18の小僧さんみたいな人でもですね、もう早く頭剃っちゃって禅僧になっちゃったなら、後から来た40、50の人よりも先輩なわけですね。道の先輩ですね。で洋画の方はあまりそういうこと言いません。年上とどれぐらい先にやったのかの、その絡み具合わせで先輩になっていると、先輩後輩になってますね。でそういうのも一切あまり、まあ、関係なしに我ら生きてると思います、ね、執着する人は執着するのかもしれないけど、僕らはあまり
そういうことこだわらないで、みんな同業種っていう感じでやってますね。年上だからとか先やってるからとか、まあ、それも敬意を表する面もあるし、それお構いなしの場合もあるし、まあ、最終的には同業種っていうんですかね、同じ業法地を一緒にやっている仲間っていう意識の方が僕らの方には、の場合は強いんじゃないかと思いますね。まあ、それ外して一般社会においてはですね、やっぱり田舎にいて世がやってない人との関係では、僕もやはり年上の人は年上の人、まあ、子供たちは子供たちって、まあ、そういう付き合いの仕方してます。年分かんないのはとにかく僕はいつでも自分より年上だと思ってるんですね。なるべく丁寧にっていうようなことはやってます。で、 care for the sick、 the sick ですから、これは病人、病者のことですね。 the sick man、 sick people、 病者に対しては、病気の人に対しては、 as if they were your mother or father、 あたかもその方たちが自分のですね、母や父、父母って書いてありますか、左には、お父さんお母さんのごとくにですね、まあ、自分の両親が病気になったら誰でも心配しますでしょう。まあ、そのような思いでですね、ケアっていうのは、まあ、看護してあげなさいとか、何かしてあげることがあったら気を配って親切にしてあげなさい、ケアフォアで、まあ、親切にしてあげるっていうようなことですね。またそこで一旦切れまして、また向上し世間の無益のことを語ることなかれ、まあ、そういう年上の方とか、病者の方とか、そういうことを、そういう関係性、兼ね合い、関係なしにですね、一般の人、まあ、そこで出会った人々とおいて、人々とお話をするときにでもですね、向上しですから、まあ、大きな声を出して喋ったりですね、世間の無益のことを語ることなかれ、まあ、我々ヨガやってるわけですから、できるならその、どうせ話すならヨガのことですね、あるいは仏道修行のこととかですね、話したらいいっていうことですね。そこのところ、 Do not speak loudly、 loudly っていうには、言うのにはですね、声が大きいっていうよりもね、まあ、やかましくこうギャーギャーわめき立てるっていうようなことですね、わめくなっていうようなことですね。小さな声でわめくっていうのもあるんですよ。Noah chat about meaningless worldly affairs、 meaningless、 まあ、意味のない、無益な、話しても何にもならないような worldly、 世俗の affairs、 出来事に関して、チャットっていうのはおしゃべりするっていうですね、ぺちゃくちゃしゃべるっていうんですね。まあ、そうやってますと、僕らでもおしゃべりしますが、一旦座るとですね、それがやむでしょ。息の観察やって、だらなやって、静かにしてるでしょ。そうすると、あっちこっちから音聞こえてきて、まあ、なんとぺちゃくちゃしゃべるって、今日読むところ一生懸命やってるわって思いますからね。皆さんもそういう中に入ってるときは分かんないけども、パッとやめて座ってね、他の人の聞いててごらん、なんであんなくだらないことにエネルギー使うんだろうってバカらしくなるんですね。ところが自分がその場に行っちゃうと同じことやっちゃうわけでしょ。まあ、気づきの問題ですけどね。で、こういうことを覚えててですね、あ、自分は息を吸って向上し、で、息を吐いて無益のことを聞いて、また息を吸ってまた向上してて、あ、そういうことやってるんだって気がついたら、ピタッとだんだんやんでいくと思う。で、そういう兼ね合い関係をやめていくならば、だんだん少なくなるんじゃないかと思いますね。ただ生じ無常の 出足、日足、まあ入足でもいいんですが、昔の読み方になってますので、日足をまたむことを心に忘れるときなく、その過ぎてなんですが、まあ、水の八百子女子はですね、その時っていう意味だっていうことで、時を補ってるんですね。その時過ぎて、ややもすれば、まあ、その過ぎてで、それが過ぎてですから、時なくても意味はわかると思いますよね。騒動の性にいて座するも、またいずる時も歩む時も、静かに人に交わりても、仏法ならでは振る舞わぬを、暇の用心と申し候なり。ここちょっと原文分かりにくいかもしれませんが、英語の方を読んだらもうちょっと簡単かと思いますね。 Do not forget about the impermanence of life and death。 Life and death ですから生死ですね。この我々のこの現象世界、生きている現象世界の impermanence、 無常ですね。 permanence で向上、変わらないことですね。 in ですから無常、無常について、無常に関して、つまりこの我々の生じ、生きている生命というものはですね、
常ならず変化している無常であるということを do not forget 忘れてはいけませんよっていうことですね。生じ無常のっていうことですね。生じ無常を忘れちゃいけないっていうですね。 that you may die before you take your next breath。 ここはうまい訳になってますね。出息日息を待たぬことをっていうところですね。あなたの次の息、あなたが次の息をねする前にあなたは死ぬかもしれないってこのように訳してます。大変うまい訳じゃないかと思うんですね。まあね、喋ってて心臓発作を起こして死ぬかもしれないっていうの。そうすると無駄なおしゃべりするよりも黙って座ってた方がいいんじゃないかとかですね。まああれこれ考えられます。まあどちらがいいのかは分かりませんけど、ね、ですからあなたは次の息をねする前に死ぬかもしれないのだから、その生じのね無常ということについて決して忘れてはいけませんよっていうことですね。Conduct yourself in accordance with the Buddha Dharma when you sit on the floor in the Sōdō Sangha. まあ、Sōdō の章、the floor において、まあ、Sōdō においてですね、あなたが座るとき、Buddha Dharma、仏法ですね、に、in accordance with で、何々に従ってっていうですね、仏法に従って、conduct yourself で振る舞いなさいっていうことですね。そこが左の僧道の章にいて座するのっていうことですね。それから When you go out of the hall、 あなたがその僧道から座禅を終わってですね、僧道から出て、まあ、歩んでいくときも出ていくときも、そして When you walk、 そして歩っていくときも、or あるいは When you talk quietly with people、 あなたが静かにその他の人と、口上じゃなく静かにですね話すときでも、どうしなさいっていうのかっていうのは、その一番前にあった Conduct yourself in accordance with the Buddha Dharma、 仏法に従って身の振る舞いをしなさい、歩くのもですね、それから人とおしゃべりするのも、すべて仏法、 Buddha Dharma、 仏法に従って気づきを持ってお話をし、また歩み座りなさいっていうようなことですね。 There are the rules to follow while resting。まあ、異常のようにですね、休み時とは言ってもですよ、10時から11時までの、休み時のことを言ってるんですが、休み時に人とお話ししようがですね、座ろうがですよ、それから歩っていようが、その仏法に従って行う、気づきを持って、いわばマインフルネスですね、気づきを持って自分がどういう体の振る舞いをし、どういう息遣いで、どういうお話をし、どういう心がけで人のお話を聞いているのか、すべて仏法の中でのことなんだから、そういうことを忘れちゃいけませんよっていうですね。まあ、こういうことが、while resting、休み時であっても、休んでいる間に、あなたがフォロー、従うべきルール、儀式、やり方、というものですよっていうことですね。まあ、休みって言ったら、やれやれで、ギャンギャン騒いだりですね、あれこれするんじゃなくてですね、その次の修行につながるような静かな気づきをやればいいわけ。そうして馬の時の始めにってありますね。馬の時の始めっていうのは午前11時です。そこに時、昼食って書いてありますね。そこのところですね。On 時行わせたまい候です。 Have lunch at the beginning of the hour of the horse ですね。まあ馬の時の始めに昼食をしなさいね。時の用心は粥の用心にたごうべからず。Remember the same points mentioned earlier in the case of breakfast. で、breakfast、朝食、粥湯ですね、祝賀。粥湯の時に、earlier、もっと先に、mentioned、述べられた3 points、same points、まあ、同じ心がけ。points は要点ですが、まあ、心がけですね、この場合は。のことをよく思い出してください。それから、for then, the car、この時生じの業を尽きて仏祖の位なり。で、粥を食べる時にもですね、6年を修するとか粥の十理を唱えるとか、我々ですと三田原の心のわけで食事をいただく。その時にその食べるなら食べることのみにね、専念するならば生じの業を尽きてってありましたでしょ。
その同じ心がけでお昼ご飯もですね、いただけば、この時生じの業を尽きて仏祖の位なりって、そういうことですね。そこが香典というのもってありますが、その時にっていうのは、その貝を食べる時には貝を食べるだけ、それからお昼ご飯を食べる時にはお昼ご飯を食べるだけと、そのようにまあ一心集中してそのことをやるならば、食事時間といえどもっていうことですね。 The karma of life and death will be exhausted、 生死の業は尽きるでしょうってですね、尽きて、 and you will join the rank of the Buddha patriarchs、 あなたは仏祖の位に join っていうのはまあ結びつくことですが、一緒になるという意味ですね。この場合は仏祖の位とジョイン、一緒になる、仏祖につながるということは同意になるということですね。仏祖の位なり、あなたのそのあなたも仏祖と同格になるのですよって言うんですね。生じの業を尽きてっていうことですね。まあ食事っていうのはその食事してですね、まあヨーガではミタハラといって、そのカルマヨーガをやるために食べるという目的設定を一応しますがね、禅の考え方はそうじゃないですね。食べるのは食べるだけっていうのが本来なんですが、やはり後からですね、あれこれやっぱり修行を全うするためにこのね体凝固痩せたこの体をですね養うためとかって、あれこれへりくつつけますでしょ。でも本来はそうじゃないんです。本当の禅僧、ほどけた人っていうのは食べるときは食べるだけなんです。そんな修行のその後座禅するためになって当てを作らないんですね。食べるときは食べるだけ、僕は喋るときは喋るだけ、皆さんがほどけるためにはそんなことは当てを作らないで、喋る自分の業があるから喋るだけ、そのように考えるわけですね。まあそのところはいろんなこう計らいですね、教育的な計らいあったり、それからそれを断ち切るところあったりって、まあ怪盗乱魔って言いますかね、禅僧たちは、ね、ですから一概にですね、当てを作った時にはそうやるんだなとかってうっかり単純に乗っかっちゃいけないですね。ティク・ナート・ハン先生もですね、皿洗う時にね、その2人に聞いたって言うんですね。あなたはどういうつもりで皿を洗うのですか。で、1人はその皿をきれいにするため、で、もう1人は皿を洗うために洗うんだって答えで、どちらが正しいと思いますかって言うんですね。で、ハン先生は皿は洗うために洗うんであって、きれいにするために洗うんじゃない、洗うために洗うんだ、食べるために食べるんだ、そのように言っているわけですね。歩くために歩く、座るために座る、ですから先に出てきましたでしょう。先にあの目的を置くんじゃなく、そのこと自体で完結していないといけないっていうような、6ページもう一度開けてください。奥村昭博さんの中の3のところですね一番最後のところです。下から4行目、 Each activity、 それぞれの行為は is not a step、 その後 means or preparation の後の for other things、 その他のために、その他のことにとってのね、 step、 一歩とか手段とか、あるいは準備ではなく、 rather、 むしろその行為自体がですね、一つ一つの行為自体が in each moment、 その一瞬一瞬において should be completed、 完結していなければいけないっていうことなんですね。ですから皿洗うのは皿洗うため、食べるのは食べるため、その後同行するためっていうのは当てを置かないで、次年にできればよろしい、次年の十二時法門が一番よろしいっていうようなことですね。まあそのまああんまり上手じゃないですが、僕のこの緑の書いた左側にね、朝起きてトイレ洗面だけは許してもらいっていうのは、まあすぐ座りたいけども、まあそれだけは許してもらわないと何時間も座れませんから、そういう意味なんです。何かを始める前に、まあ今日は天気がいいから洗濯しなきゃとか、誰か昨日言ってましたか何かを始めたいんですね、人間っていうのは。起きたらね、とにかく座る前に何かしたいんですよ。何か探したいんですね。新聞取ってこようとかね、洗濯しようとか、ちょっとだけ掃除しようとかね、台所でちょっとだけこれだけやろうとか、逃げたがるんですね。で、とにかく瞑想行をする。僕でも、あ、ダビングしなきゃないとか、テキストたくさん作んなきゃないとかね、コピーしておんなきゃないとか、書き物しなきゃいけないとかって、あれこれ頭には浮かぶんですが、それを断ち切って座らないとね、なかなか瞑想できないんですよ。一旦仕事にかかっちゃうとね、もう休みなしで、一日やっても僕は終わんない仕事をもうたくさんたくさん抱えてますんでね。とにかく最初に座らないとね、とにかく瞑想行をするっていうことをやんないとね、瞑想するチャンスが、まとまって瞑想するチャンスはなくなっちゃうんですね。
5分とか3分とかあちこちに放り込んではやりますけれども、それでトイレ洗面だけしたらとにかく座るわけなんですね。で、瞑想は今ここだっていうのは今ここの反対考えたらわかりますね。今過去でもなく、今未来でもなく、今他でもなく、今ここ、今ここ私だって、その右の真ん中のシール、今ここ私の、そこに生きればね、すべての過去を今ここに頂上せしめ、僕が今こう座れるのはね、今ここ今ここと生きてきたこの体があって、すべての過去が今ここにあるからなんですね。だから頂上というのは凝集せさせられているっていうのと同じことですね。凝集して今ここにあるというね。で、これから起こる未来もね、今ここの自分からしか出発できないわけですから、だからそういう意味ではこれから起こるかもしれない未来のすべてを今ここに荒らしめているわけですね。過去も未来もない今ここ、過去でも未来でもないっていうんです、今ここ。過去も未来も、過去は一切含まれてあるし、未来も今ここの自分から発するとしたなら、一切がここに全包含されているこの今ここっていう。で、そうやって瞑想してそこから立ち上がれば、あとは次年の12時方向の声が流れるっていうのは、僕はもう食事って呼ばれたら食事しますし、それ終わったならちょっと歯磨いて、あとはすぐ教材作りとかダビングとか、郵便屋さん来たらそれ受け取って見て、なるべく早めに処理して返事書くべきことは書いて、お金送らなきゃなかったらお金送るように家内に言って、で、その合間にちょっと晴天読書し、必要だったら畑仕事もし、あと今言いましたダビングコピーより、合間合間に、とにかく僕は瞑想入れないと、目とか手とか疲れますんでね、時々短い瞑想を放り込んでいくわけです。で、もう一度食事をいただいての前にお茶がありますねティータイムが抜けてますがね正直に言いますね、まあ15分か20分のティータイムはあります。で、もう一度食事、夕食いただいて、あとは風呂院に入り、その後も晴天読書とか開眼ヨガとかあるんです。で、床に入れば死んだふりして、また瞑想の前に僕は座って床の上で瞑想をやります。眠くなるギリギリまで。そしてからシャバーサナして息の観察して、あとは自然に寝入り、夢の中でも覚息なんかしたりして、夢見たりして、これはいけないとか夢の中でも、まあ、手放しやってるわけですね。やらない場合もありますが、まあ、やるわけですね。で、また朝起きたならトイレ洗面だけ割って、そのようにですね、もう次年に僕の場合は決まっちゃってるわけなんです。この十二時方向というのは体に書き込まないといけないって言ったようにですね、こういうのを作ったらですね、皆さんそれを毎日毎日実践して体で十二時方向を変えていかなきゃいけないわけなんですね。書道、この心身でですね、十二時方向って毎日変えていくわけです。実際の行動でですね、ですから次年になっていかないといけないっていうことなんですね。そうなっていったならば、その余計なこと考えずに、今日も教材作んなきゃいけないとか、ダビングしなきゃいけないとか、余計なことを考えずに淡々とやるべきことが厳然しているから、ただやっていくだけ、そのためにやるだけっていうふうになっていくわけなんですね。外から見るとやっぱりダビングするのはそれを送るためじゃないかって、外から見たらそう見える。送るためじゃなく、僕はダビングしなきゃないからダビングしてるだけって、今ここに生きてるのとね、他の人が外から見て、やっぱり発想してお金もらって儲けるためじゃないかって見ていったら、それはそうなんですね。外から見たらそうなんですね。で、僕の意識がどこにあるかというとね、やっぱりこれでもっと値段高くして儲けてやろうとかですね、まあちょっとしんどいからもうちょっと先に送っても構わないから少し休まさせてもらおうとか、僕が思いながらやったら、そりゃ外から見たのと一緒でしょうね。そうじゃなく、ただやるべきこととして教材書いてたり、要は僕の意識が純粋かどうか、動機づけが純粋かどうかというですね。それから外れたなら、一番最初に気づくのは僕なわけですね。自分自身が、ね、そこから離れたのに気がつく。で、自分自身でやましいところがなければよろしいわけです。人から見てどうのこうのって関係ないんですね。皆さんも自分で自分の十二時方向と照らし合わせて、恥ずかしくない生き様ならそれでよろしいわけです。人からどう思われようとね。人の意見なんて関係ないことなんですね。その次行きましょうか。で、そのお昼のあと13時までですね、休みってありますが、そこはまあ特別書いてないんです。その次のね、14ページですか、14ページに羊の時より猿の時の半ばまでって、1時から4時のこと出てますが、お昼時間そんなにかかるわけありませんので、僕休みって入れておいたんですね。
お昼のあと12時から13時あたりですね、まあ、昼も1時間もかかりませんが、お昼した後ですね、まあ、片付けとかあれこれ、まあ、そういうことを別にしてですね、時間ありますので、まあ、休みって入れておきました。ですからそこは11時から13時まではですね、食事した後、まあ、休み時に書かれていた、まあ、仏法に従っての心構えっていうんですかね、それで時間を過ごしたらよろしいわけですね。羊の時より猿の時の半ばまでは暇にて候なり。暇と休み時は一緒なんですがね、の暇って言っても僕らが言ってる暇とは違うんですよ。まあ休み時っていうことですね。で、the time from the hour of the sheep to the middle of the monkey, 1pm to 4pm, is unscheduled. これも非常にいい訳ですね。暇ってなんて訳すのかなと思ったら、unscheduled、ね。スケジュールが決まっていないって訳して、大変内容をよく分かってるなと、さすがですね。その用心先に申すごとく生じ時代無常迅速を御心にかけて御心にかけて何事をするにつけてもいたずらに火を暮らすことを嘆きおぼしめさるでしと書いてありますね。英語の方 As I cautioned earlier 先に、まあ、注意を喚起しましたように、 caution は注意を喚起するとかそういうことですね。 Be careful not to forget that 以下だって以下のことを忘れないようにお気をつけくださいっていうことですね。だって以下。The matter of life and death is great. 生じ時代も訳すところ難しいですが、生じのまたことは、生じ時代の字、ことは great、大って訳してて、ああ見事な直訳ですね。生じ時代っていうのは、The matter of life and death is great って言えば訳ですね。And things are impermanent and change very swift. これも非常に分かりやすい訳ですね。無常迅速っていうとなかなか訳すの難しいところですなんですが、 things、 まあ物事はすべて impermanent、 無常であり、そして change very swift、 速やかに変化していくってこのように訳してますね。大変いい訳ですね。だから You should lament having spent your time wastefully in a situation whatsoever。どんな状況であれですね、あなたは wastefully、 まあこれは無駄遣いしてっていう意味ですね。 your time、 あなたの持っている時間をまあ無駄にですね、 spend、 過ごしてしまったことを嘆くべきであるっていうのは、もしそうするならばそれは嘆かわしいことである、お気をつけなさいよっていうことで、いたずらに火を暮らすことを嘆きおぼさおぼしめ去るべしっていうことですね。もしそうするならばそれは嘆かわしいことではありませんかっていうですね。まあペチャペチャおしゃべりして一日終わるならそりゃ嘆かわしいことですね。これ羊の時の用心と申し候なり。 This is how to use your mind in the hour of the sheep。 まあそのままその訳の通りですね。これが the hour of the sheep、 羊の時、時間帯におけるあなたのマインド、心をいかに使うかというそのやり方ですっていうね、心がけですっていう。生じの業なく仏祖の位に候なり。もしそのように過ごせばっていうことですね。生じ時代無常迅速をいつでも心にかけていてですね、無駄に時を過ごさなければっていうことですね。 Then そうしたならば There will be no karma of life and death。生じの業というものはなく、 and you will join the rank of the Buddha patriarchs。 仏祖の位にジョイン、つながる。あなたも仏祖と同意の境地にあると言ってもいいのですよ、というようなことですね。で、そこまでが今の時間帯のノルマですので、その10時から11時の休み時、座禅の後、食事の前ですね。休み時と言っても無駄に過ごさない。ですから、そこで僕らでしたらまた聖典読書してもいいですし、あるいはマインフルネスですね、気づきを持って部屋をこう片付けたりとか、手紙来たなら返事を書くとか、まあマインフルネス、気づきを持って覚足の精神でやっていくね。でお昼の時が来たなら、そのおかゆの時と一緒で、まあ五感の門を唱える、心の中で唱える、
それをよく理解して食事をして、まあ食事をまあ美味しくいただけばいいわけですね。食べるために食べるって言っても、その無味乾燥に食べるっていうようなことじゃなくて、ね、よく味わいながらありがたくいただいていけばいいわけですね。でその後また休み時間ありますので、まあそれ歯磨いたりした後ですね、したいことしたらよろしいでしょう。まあ休みたい人は休んで、座りたい人は座って、手紙書かなきゃいけない人は書いて、その他の仕事しなきゃいけない人は仕事をして、そして13時から16時までですね、まあ、暇と書いてありますが、これは暇と言ってもアンスケデュールで、特にお寺のその儀式っていうものはないけれども、自由時間、いわば自由時間ですからね、そういう時が一番難しいですね。座禅したっていうわけですよ、3時間そこでね、あるいは勧吟、布吟、お経を読んでも、聖典読書してもいいし、その繰り返しでもいいし、あるいはまあサムお手伝いしたりね、何でもよろしいでしょうね。まあどういうふうに過ごすかっていうのは、その人のもう気づきの問題ですから。